フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレンなど、いわゆるスーパーカーと呼べる自動車はどれも高額で、庶民がおいそれと気軽に乗れる代物ではないことはご存知の通り。それに速いというのがスーパーカーの代名詞でもある。速さとは、どれくらいのスピードが出るのか。また、停止状態から時速 100km まで何秒かかるのかなどが、一つの指標になっている。例えば、ランボルギーニの、ガヤルド LP5704 スクアドラコルセは、排気量 5204cc で、最高速度は時速 320km、0/100km は 3.4 秒と、あくびしている間に時速 100km にあっけなく到達してしまう性能を誇る。ただし、価格も3,156,6450円という驚きの金額で、家が買えてしまうほど高額だ。高級スーパーカーと同等の加速性能を持ち、それでいてロープライスで、今までの高級スポーツカーの規制概念を壊したとも言えるのが、日産が誇る GTR ピュアエディション。その GTR でさえ価格は905万1000円と高額だ。ところが、これらのスーパーカーよりも早く、それでいて、価格はランボルギーニの20分の1以下の156万4500円で購入できる乗り物がある。それが2月10日に国内発売される、スズキのハヤブサだ。ハヤブサの名前の由来は、鳥類の中でも時速 300km で飛行できるハヤブサから来ており、その名の通り、時速 300km を超える速度を出せ、100km までの加速は、メーカー公認ではないが 2.6 秒ほどという、量販車最速クラスのバイクとなる。よく自動車やバイクの加速能力を示す指数として、パワーウェイトレシオというものが、自動車雑誌など使われているが、このパワーウェイトレシオとは、車両重量を馬力で割ったもので、数値が少ないほど優れた加速性能を持っているというもの。あくまでも性能を測る目安に過ぎないが、より実践的な数値を出すために、運転士一人の体重を 55kg として加算し計算してみると、はやぶさは馬力197馬力で車両重量は 321kg、266kg プラス 55kg だから、パワーウェイトレシオは 1.62 となる。先ほど登場した GTR の馬力は550馬力で、車両重量は 1795kg、1740kg プラス 55kg なので、パワーウェイトレシオは 3.26。ランボルギーニでは、馬力570馬力で、車両重量 1625kg、1570kg プラス 55kg で、パワーウェイトレシオは 2.85。これを見てもいかにハヤブサの 1.62 というのが、飛び抜けてすごい数値なのかがわかるだろう。ちなみに、プリウスだと 14.19 となり、フォーミュラーマシン最高峰の F1 では、なんと 0.9 を切っている。ハヤブサは、究極のスポーツバイクを構想に開発された、高い空力特性を持つ独特のデザインと、優れた走行性能を誇る 1339cc の大型ロードスポーツバイク。海外仕様はすでに1999年より欧州や北米で販売されていて、近年ではインドなど新興国へ投入するなど、スズキが誇るフラッグシップモデルとして、世界中で好評を得ているバイクだ。今回発売する国内仕様モデルは、海外仕様と同様の最高出力、最大トルクを実現させ、国内初となる ETC 車載機を採用し、メーター内の表示で動作状況の確認もできるようになっている。スズキはこのハヤブサで、大型二輪車の商品を拡充するとともに、ブランドイメージのさらなる向上を図る狙いがある。直線距離が長い場合や、サーキットでのラップタイムとなると、スーパーカーの方に分があるが、04や時速 100km までの加速は、ハヤブサの独壇場。問題は、このハヤブサをフルスロットルで切るテクニックと勇気、そして、走らせる場所があるかだ。これはもちろん、
その条件を満たした人だけしか知る由もない。